北海道でお座りくださっていらっしゃる皆様は、濡れることが嬉しくて楽しくてたまりませんという皆様が集まってくださっていると、私は信じて疑いません。ということで、前のお座りの皆様、まず、6段目、7段目、ないし8段目決まりのお座席は、多少水しぶきが止まります。このまま使用させていただきますと、お客様の中でですね、やはり、そんなに上の方にまで水しぶき届きますかって、大げさに言ってませんかっていうふうに、お話をしてくださるお客様もいらっしゃいますが、申し上げます。この後、パフォーマンス系にジャンプをして皆様を楽しませてくれるシャチというロールズは、今皆様ご覧いただいてます、あの大きさのロールズです。思いのほか、こちらちょっといい声を見てますね。体が大きいですから、結構上の方にまで水しぶきが届きます。前の方からベンチを数えた8段目金までは多少濡れていただくものとお考えください。前の方の座席にお座りいただいた場合にはこのガラス面までの距離が近くなります。3列目よりも2列目、2列目よりも最前列、皆様が前の方にお越しいただければいただくほどこのガラス面までの距離は必ず近くなります。遠ざかることはありえません。今までこのガラス面が前にいたり後ろにいたり上にいたり上にいたり起きたことはありません。それは飛んでくる水しぶきの量が増えるということに他なりません。水しぶきが増えた場合どうなるか、皆様がずぶ濡れになってお楽しみいただくという確率が跳ね上がります。前の方の座席は濡れないことを想定されるべきお座席ではなくて、濡れていただくことを想定されて、またなおかつ濡れていただくことが嬉しくて楽しくてたまりませんとか、濡れれば濡れるほど変になってくるの私たちはという、まあ、ちょっとそのくらいの気持ちがなければ正直この今の上の字に座ってられません。前の方の座席はずぶ濡れになっていただいてお楽しみいただくためにお座りいただきます。